はい、どうもりょういちです。それではホールアウト4やっていきたいと思います。ではね、クローン施設にね入りに行きましょうか。こっちだな。パスワードを、前回入手したのでね、そこに入ってねゲータークローを止めに行きましょう。こっちか、あれだな、あれだ。よし、ここだ、着いたぜ、クローン工場。この地下だね。よし、下に降りて、こっちか、ここだ。もう行けるのかなあ。ターミナルで会場、これか、これで開いた開いた。よし、行くぜ。おお、クローン施設に入る。不調なクローン装置を停止させる。なるほどね。敵いるのかな、敵いっぱいいるのかな。強めのゲータークローとかいるかもしれない。慎重にいかねばな。お、あ、いる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 、いますね。ゲータークローです。バレてない。バレてないわ。バレてないな。ミサイルランチャーお見舞いしてみる。お見舞いしてみるか。一発食らいやがれ。ドーン。おお、いった。あー、外れた。外れたけど、まあ狭いから当たった。気づかれたかな。気づかれたよね。あれ、気づかれてない。バカだ、バカだぞあいつ。もう一発お見舞いしてやるぜ。やばい、近い、ちょっと近い。いけー、いった。ドーン、直撃。でも全然食らわなかったな。さすがにバレたか。膝砕きだ。撃てー、撃てー。よしよしよし、一瞬でピザもやれたね。余裕だね。よしよしよし。ほら、しぶといな。溶けろ。よしよしよし、オッケー、終わりだ。そんなゲージ隠れるほどの敵ではない。あんた本当にすげえな。すげえだろ。よし、終わりだ。よし。おお、あ、でも結構広いな。広い施設だな。あ、檻とかもあるね。なるほどね。研究してたんだな。熱の花。熱の花は何かに使ってたのかな。研究に使ってたのかもしれない。アイテムは特に何もなさそうだな。こっちも扉がある。おお、なるほど。マイクロスコープ。あ、ドクター・マクダーモットのターミナル。日誌か。日誌があるぐらいか。製造の試みを続ける。なるほどね。そういう、作ってた時の日誌だね。実験結果みたいな感じか。なるほど。よし、とりあえず読むだけ読んでおいて、ここは他に何もなさそうだな。どっちに行こうか。上、これは空いてなさそうだな。空いてないね。あ、でもターミナルがあるじゃん。開くのかこれ。セキュリティドアコントロール。あ、ドアを開く。開いたかなこれで。あ、開いた開いた。ここはなんだ。冷蔵庫がいっぱい並んでる。あ、血液パックだ。食料とかそういう、まあ、血液を保管してたのか。冷蔵してたのか、ここで。なるほど。保管庫だな。まあいいか、特に何もないし。で、マーカーはあっちに出てるね。あれだよね、多分。あれが目的だと思うから、こっちを先に調べよう。おお、檻があるね。で、これもターミナル。あ、ホロテープが2つもあるぞ。日誌 53L と 47B。とりあえずこっちから見てみよう。私はドクター・ダレン・マクダーモット。個人的な記録を続けているが、私がサファリアドベンチャー受付施設での最後の生存者だ。あれからもうくそ、どれだけ経ったかわからない。何ヶ月なのかを数えるのをやめた。いや、何年なのか。何年？処分前だった実験道具があっても今の姿から元に戻ることは不可能なのは明らかだ。核爆弾からの放射線が私の体を貫き、なるほど、肉体を変えてしまった。だが失望に陥る代わりにこの変化を受け入れ、新しいクローンの研究の基礎として使うことを決めた。あ、自分を？この呪いは祝福へと変わるだろう。ドクターハインがここにいて手を貸してくれたら、彼がいないととても困る。なるほど。そして次、私はドクターダレン・マクダーモット。個人的な記録を続けているが、私がサファリアドベンチャー受付施設での最後の生存者だ。食料の供給を続けるためにぬか発生再現装置の修正を続けてきた。皮肉なことにレジャーのための動物の標本を作るためにぬかワールドが使っていた同じ機械が生き延びるために必須のものになった。牛の細胞のサンプルを使って生存可能なクローンを生み出すことに成功した。まず食料にして、そして残った細胞で、なるほど、すげえな。作ったぬか発生再現装置が稼働する限りは、これから何年でもめちゃすげえじゃん。食料を得ることができるはずだ。ドクターハインはこの成功を喜んでくれただろう。悲しいが、もうずっと前に彼の顔が思い出せなくなってしまった。神よ、もう何十年にもなる。100年以上かもしれない。本当か。やばいな。だったのか。この続きは後で録音する。なるほど。すごいな、ぬか発生装置。で、範囲のターミナル。あ、また西か。西の続き、ホロテープにも残して、こっちにも記録してあるってことかな。まあ、とりあえずこれはこう読んでおくだけ読んでおこう。よし。テスティングパック。ラッドアウェイ。お、サイコか。サイコは別にいらないか。よし、こんなもんか。OK。行こう。こっちだな。さらに奥へ。お、さらに。あれだね、地下だね。なんか声がする。あ、敵反応あるね。来るね、ゲータークロー。ゲータークローだ、あれは。あ、広い。お、敵の声がするね。どこだどこだどこ、あ、こっちか。オッケー。無駄だ。この動きは全て読んでいる。こいつ動きがとろいからマジで。あ、もう一体いるわ。アルビノゲータークローだ。あ、ついに新しいの出てきたぞ。アルビノのやつだ。ちょっと強そうだな。とりあえず動きを止めておこう。ゲイジ一人では危険すぎる。よし、これでなんとかなるか。まあ、動きがねそんなに速くないからね、本当にこいつが膝砕き、しかもなんかすぐ効くからね、一瞬であれ動きを封じることができる。これは余裕ですね。エスクローより弱いんじゃないか、下手したら。エスクローの方が強い気がするわ。よし。OK。そっちはどうだ、ゲージ。あ、順調だな。ゲージやるな。楽しめ。俺を撃つんじゃない。ゲージ。バラバラになった。あ、これも特にだな。アルビノ。あ、あそこに何かあるぞ。目的のものがあるのかな。あれがぬか発生装置なのか？フュージョンコア。これはぬか程度のチケット。やったぜ。よしよしよし。とりあえずこっちは、あ、トランクがあるね。ってことは最新部っぽい。うん、メンタス。他は特にかな。この辺の機械は特に何もないね。うん。そしてここはこれも特にないか。あ、まだでも奥がちょっと続いてるのかな。よし、とりあえずじゃあこれにアクセスしてみるか。あ、ホロテープある。これが最後の日誌かもしれないな。私はドクター・ダレン・マクダーモット。個人的な記録を続けているが、私がサファリアドベンチャー受付施設での最後の生存者だ。今日外へ出たらサファリアドベンチャーに入ってきたウェイストランドスカベンジャーの集団に見つかりそうになった。したがって自分の賢明な判断に反して冷蔵庫に保管していた危険なサンプルのいくつかを継ぎ足してみようと思っている。ヌカ発生再現装置を使って圧倒的かつ訓練ができる標本を作り出す必要がある。私を守ってくれる存在だ。だが最も大事なことはこの施設を守ることだ。データの科学分析と計算に少し時間はかかるだろうが、生存可能な標本を作り出せると確信している。数年かければドクターハインならこの行動の方向性を非難するだろうが、彼はここにいないし、この装置をふさわしくない誰かの手に渡すわけにはいかない。なるほどね。そのためにゲータークローを作ったってことか。守るために。おお。ヌカ発生再現装置ターミナル。これなの？本当に。これだけで作ってんのかな？本体はどこにあんのか。とりあえず解除して。何ができるんだ？現在の複製手順を無効化。プログラム履歴。プログラム履歴は？ゲータークロー、コードネーム。なるほど。そして、なし。ああ、いろいろ実験してたんだな。ゲータークローを生み出すために実験しててって感じか。なるほど。OK。じゃあ、無効化しようか。これで、出なくなるのかな？残りのゲータークローを片付けるだって。なるほど。保留中の複製プロセスを再開。なんかあんのかな？押しちゃったけど大丈夫これ。再開中ってなったけど。インキュベーション開始。ガゼル。ガゼルってあの鹿みたいなやつじゃないの？いいのかな？何か、あ、いっぱいいる。あ、なに。あ、ゲータークロー。あ、ゲータークローが解き放たれている。あ、ガゼルも生み出されているぞ。待って。よし、ゲージやれ。よし、いいね。オッケー。危ない。あ、ガゼルに攻撃しているやつ。残念だったな。終わりだ。よし、片付いた。こっちは頼むぞ。よし、俺はこっちをします。やべ、あ、ゲージ危ない。しかし弱いな。本当にゲータークローは比較だけが強すぎるのか。弱いぜ。 OK。 一日中は無理だろう。 OK。 残りは3体か。3体別のところにいるのかもしれないな。ガゼルが生み出されるようになった。あ、ここか。ここから出てくんのすげえな。ここからクローンが生み出されるの？そんなすげえな。めちゃくちゃすげえな。エネルギーは何なんだ。これのエネルギーは何を使ってるんだろうか。何で無限に供給されてくるのかわかんないけど、まあいいか。よし、ガゼルだったら無害だろう。うん、まあ食料にもなるかもしれないしね。よし、あ、トランク。あ、弾が結構入ってるぞ。いいね。よし。OK です。とりあえずこの施設は終わったのかな、じゃあ。お、カンタム。カンタムももう別にいらねえか。よし。これ出口かな。別の出口っぽいね。なんか、ターミナル。遠隔ドア操作。もう開いてるからいいのかなこれは。お、下水道か。別の出口だな、きっと。よし、ここから出よう。あ、ターミナルがどこかにある。ここを開けるのにターミナルがいいのか。よし。鍵を開ける。よし、オッケー。これで脱出。ムカワールドへ。どこだ、ここは。どこかは全然わかんないけど、残りのゲータークローにも始末しに行かないといけないのか。じゃあ別の施設も行くか。別の施設、うわ、なんか敵反応が。あ、外にいるのか、ゲータークローは全員。ちょっと待って、まずここから上がりたい、俺は。あ、でも施設の中だね、やっぱりこれ。うん、あ、施設の中だ。これ、爬虫類館だな。なるほど、ここにマーカーがついてるから、この中のゲータークローを始末しないといけないんだな。なるほどね。そして、向こうにもあると。じゃあ、今回ここも行ってしまいましょう。よし。中に入るぜ。爬虫類ハウス。お、爬虫類ハウスだからな。かなりゲータークローの、あれだ、ホームと言っても過言ではないんじゃないか。お、あ、いるぞ。あ、いたいたいた。いました。普通にいます。さあ、楽しもう。さあ、楽しもう。あいつ出てこれんのか。出てこれないんじゃね。出てこれないわ。残念。マジかよ。かわいそうに。爆発でいくか。あ、結構食らうな、爆発でも。いいね、いいダメージが入る。かかってこい。簡単にくたばるな、簡単にくたばるなって言われても。よし、始末完了。爬虫類館、爬虫類館なんか狭そうだな。これで終わりか。すげえな、でっけえ檻だな、ここ。ゲータークロー。そして地下鉄用トークン。あ、地下がある。あ、地下があるぞ。ちょっと広い。ちょっとだけ広いのか。まだ続く。あ、敵いるね。なんだ。あ、ネズミ。ネズミか。ネズミがはびこってやがる。危ない。とりあえず敵反応は消えたな。特に生物も何もいないしな、もう。何もアイテムもなさそうだな。あれっていうか、行き止まりだし。ターミナルがあるな。ガイド。爬虫類ハウスのガイドか。緊急時行動。入園チケット、確認とか。あ、なるほどね。本当にそういう、スタッフ用の、スタッフに向けてのね、あれか。ガイドか。爬虫類に関する注意。最近発生した事案のため、デスアダー、ブラックマンバ、内陸タイパン。何それ、その爬虫類何。名前がすごいな。ヘビの卵で絶品のオムレツができるというのはやめてくれ。なるほど。よし。とりあえず、特に何もなかったですね。短かったし。本当に敵1匹いただけでアイテムも特になしか。爬虫類ハウスは。じゃあこれは、爬虫類ハウスはここでクリアですね。OK。じゃあ次のゲータークローは次回また討伐しに行こう。じゃあ今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。